ジャスティン・マシュー・ターナーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロングビーチ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は、レッドターン2で、2は、ニューヨーク・メッツ時代に2類種であったことに由来する。2006年の MLB ドラフト7巡目で、シンシナティレッツから指名され、6月26日に契約。 2008年12月9日にラモンヘルナンデスとのトレードで他に選手と共にボルチモアオリオールズへ移籍した2009年9月8日のボストンレッドソックス戦でメルビン・モーラの代打で登場してメジャーデビュー9月11日のニューヨークヤンキース戦で初安打を打った2010年5月21日にリーフとなった2010年5月25日にウェーバー工事を経て ニューヨークメッツへ移籍。2011年5月にはナリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。メッツでは、内野の控えとしてメジャーに定着した。2013年シーズン終了後にノンテンダー FA となる。2014年2月5日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結び、3月16日にメジャー契約を結んだ。この年は109試合で打率。340。 7本類四43打点を記録するなどレギュラーに定着した。2015年は規定打席に到達しなかったものの、それまでの内野ユーティリティ枠から3塁手に定着し、自己最多となる126試合に出場して打率、294、16本類打、60打点を記録した。特にポストシーズンでは5試合で打率、526に加え、 6本の2塁打を放った。2016年は151試合に出場し、メジャー8年目にして、自身初めて規定打席に到達。5月終了時点では打率、236、3本塁打に止まるも、6月以降は調子を上げ、最終的には共にチームトップタイとなる27、本塁打、90打点を記録した。オフの十一月三日に、FA となり、 球団は1720万ドルのクオリファイングオファーを提示したが11月14日に拒否した12月23日ドジャースと4年総額6400万ドルで契約を結んだ2017年は開幕から好調で5月18日のマイアミマーリンズ戦で負傷して離脱するまで打率は379だった復帰は6月9日と3週間近く離脱していたが オールスターゲーム最終投票で史上最多となる2080万票を集めオールスターゲームに初選出された。最終成績は打率322.21本塁が71打点オプス945を記録した。ポストシーズンではシカゴカブスとの NLCS の第2戦でさよなら3ランを放ち同僚のクリス・テイラーと共に NLCS の MVP に選出された。サヨナラ本塁打でベースを回っている時に、ターナーが4歳だった29年前のちょうど同じ日、1988年のワールドシリーズでドジャースのカーク・ギブソンのサヨナラ本塁打を思い出したと語った。ワールドシリーズは打率、160と結果を残せず、チームも敗退した。しかし、1回のポストシーズンにおける、 球団史上最多打点を記録した。2018年3月19日、スプリングトレーニングで左手首に支球を受けて骨折し、自身の開幕は1ヶ月以上遅れた。7月23日には右足の付け根を痛めて故障者リストに登録された。8月には自身初の月間 MVP を獲得した。この影響で103試合の出場に止まり、3年ぶりに 規定打席に到達しなかった。成績は打率312、14本塁打、52打点だった。ポストシーズンでは NLDS で出塁率500を記録し、ワールドシリーズでも打率333だった。2020年は自身初めてワールドシリーズで優勝を経験した。しかし最終戦の試合中に、 Covid-19 に陽性反応を示し、途中退場したにもかかわらず、優勝時の記念撮影には姿を現したため、物議を醸した。オフの11月1日にフリーエージェントとなった。2021年2月19日に、ドジャースと2年総額3400万ドルで再契約した。オプションとして2023年は、球団側が選択権を所持する。 4月1日のロッキーズとの開幕戦では、コディベリンジャーが本塁打を記録したが、ターナーは本塁打制の打球を補給したと勘違いして、起類した際にベリンジャーを追い越したため、本塁打が無効となる事故があった。7月10日に辞退した選手の代替選手として、通算2度目となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは6回裏に、 代打で出場してアスレチックのクリス・バシットと対決したが凡退した。8月29日にはキャリア初となる投手としてマウンに上がった。脱席ではとにかくフライ打球の比率を高くすることを心がけている。変化球打ちの技術はメジャー握手と評価されている。ありがとうございます。